皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。ロンドンブーツ田村敦史とキングコング西野亮廣の共通点は、 YouTube が全然成功していない、 YouTube がまるでうまくいってないというのがこの二人の共通点なんじゃないかと思います。この二人がですね、なんか対談をして、YouTube で出遅れた芸人がクラブハウスをめっちゃやってるって、なんかそのクラブハウスをやってる芸人をバカにしてるんですけれども、YouTube 出遅れたと言いつつ、まあその田村厚志さんにしても西野氏にしても YouTube 早くからやってる場合にまるで成功してない二人で、そんなね、他の芸人のことをバカにしてる場合かっていう感じなんですよね。まずロンドンブーツのチャンネルですけれども、チャンネル数がもう100万人いってないんですよね。60万人ぐらいしかいってなくて、再生回数もですね、本当にまあ、バズってるやつはすごいいってますけど、でも大回見てもまあせいぜい5万回とか10万回とかぐらいしかいってないんですね。まあもちろんその、無名な YouTuber だったら5万回いけばすごいですけれども、あの知名度で、あの笑い芸人の知名度で、かなりね、早くから YouTube やった田村敦史さんが、その程度しか言ってなくて、他の芸人をバカにできるのかっていう問題があって、もう全然バカにできないんですよね。だってそれこそ宮迫さんとか、オリエンタルラジオとか、カジサックさんとか、まああと石橋貴明さんにしても、江頭さんにしても、もう100万回突破して、もう毎回何十万回って再生が回ってるわけじゃないですか。まあそういう意味では、ちょっとロンドンブーツの田村敦史さんってもう、テレビのね、なんか司会みたいなのはうまいけれども、まあ YouTube で出てもあんまり面白くないってことがバレてしまったのかな。まあだから他の芸人をね、バカにしている場合じゃないんじゃないかなっていうふうに感じます。それから、まあ、西野さんの場合はちょっと特別なんですけども、あの人の場合、まあ、YouTube チャンネルありまして、40万人登録ちょっとで、まあ、ただラジオをそのままほとんど転送していると。時々最近ライブ配信なんかもやってますけれども、こちらに至っては、まあ、1万回とか5万回程度なんですね。で、まあ、西野氏の場合は、まあ、その YouTube で遅れた芸人とかね、クラブハウスに入ってる芸人をバカにしてますけど、まあ、それはどうかなと、自分も全然うまくいってないじゃんっていうのはありますけど、まあ、あの人の場合は、YouTube でうまくいかなくても、まあ、オンラインサロンでね、がっつり稼いでるっていうのと、あとやっぱ彼がうまいのは自分がやらなくても、要は映画をヒットさせるために、その楽曲を自由にカバーしていいですよって言って、要は、影響力のある人とか無名の人に至るまで、要は映画の主題歌をみんなカバーしてアップしてるわけです。だから自分で頑張らなくても他の人が頑張ってくれて、で、結局その YouTube で元を取るというよりは、映画とかね、そのオンラインサロンに誘導できればいいっていうのがあるので、まあ、そういう意味では、まあ、YouTube でうまくいってなくても、まあ、全然問題はないのかなっていうところはあるんですけれども、とはいえ、ね、自分が YouTube うまくいってないのに、他の芸人をバカにするのはどうなんだみたいなのがあって、まあ、ね、西野氏も本気でやれば YouTube はうまくいくのかもしれませんけれども、残念ながらうまくいってない芸人の一人なのかなと。まあそういう意味でですね、YouTube って結構悲惨なところがあって、悲惨というか、なんていうか、要はテレビで売れてたとか知名度がある芸人が必ずしもうまくいくわけではない。まあその代表格が、田村敦史さんであり西野亮廣さんであると。で、一方でね、そうではないね、全く無名の YouTuber とかが面白いからもうね、何百万人登録で毎回100万回再生みたいなこともあるので、まあテレビで面白かったとか知名度があった芸人でも、YouTube で面白くないと全くダメだっていうこともあるので、これから本当にその実力の世界になるのかなと。一方では石橋貴明さんみたいにね、ザ・テレビの人で YouTube なんかやっても面白くないよと思ったら YouTube で新境地を開いた人もいますし、江頭さんみたいにテレビでなかなかできないけれどもやっぱ YouTube だからこそ合うノリで爆発した人もいますし、あとね、宮迫さんみたいに、テレビで出れないけれども、うまく YouTube で頑張ってるっていう芸人もいるので、まあ、その、ね、それぞれやり方次第、頑張り方次第、工夫の次第なのかなと。
ただ今現時点で田村淳さんと西野昭弘さんがYouTube 出遅れ芸人をバカにできる立場にないっていうことは、両方の YouTube がまるで他の芸人に比べて成功してないことを見ればわかるんじゃないかなと思います。